さあ、この2競技は録音企画なんです。この後生で競技が始まるんですけど、この競技に伊集院さんはかけて今日まで作ってきてますから、はっきり言って過酷な競技です。どれぐらい過酷な競技かっていうと、なんて言うのかな、体力的に過酷なんじゃないんだよね。あのね、プロデューサーの社員生命的に過酷かな。どれぐらい過酷かっていうと、この番組こう皆さん聞いてくださったかとか分かると思いますけど、改めて紹介しておくと、まあ番組のこのスタジオの中に伊集院光ね、それからあと前に構成の渡辺正史っていう、あの今度ゲームキューブを買って、室伏選手に投げてもらう予定のね、渡辺さんがいらっしゃるわけですよね。この二人いて、でさらにはディレクターの、もうディレクターっていう名前のついてる人の中で一番情けない、ああ僕の三輪車がの、まあ、ディレクターの柳沢、そしてあのプロデューサーだ名ばかりのね、のかみさんのテレビ1個借りてきて持ち上げるだけのことで真っ青な顔しているね、池田ね、それからまあ、アルバイトで芸人の、田代32、さらには、まあ、AD に、砂川くんっていうね、言われたことを疑いもなくやることに関しては天才って言われてるね、ちょっとこれ食べてみてって言ってですね、おそらくですね灰皿は食うだろうなって言われてる素直な砂川くんっているんですけど、中で番組の両親でいわゆる職人的な男として岡部っていうミキサーがいるんですよ。これは技術職の人間ですから、この企画の内容とかは僕らは作ってから、そのミキサーで機材を担当しているその岡部ミキサーに、これこういう風にやるときにはマイクってこう、例えばいっぺんに10本マイクって使えんのみたいな話をすると、あ、技術的には可能ですと、でやりますっていう人なんですけど、この人がこの長い番組の中で初めてよした方がいいんじゃないかと。で、あの、もしやるんなら僕らはその職人だから、技術職だから機材は用意するけれども一筆いただきたいと、でこういう形になった企画になっておりまして、でまあ、 あのこの企画をメインですから頭にドーンってぶつけることもできたんですけれども、まあぶつけた日にはもうなかなか池田プロデューサーの上のクラスの、あの偉い人とかが局内をうろうろしてるんですよ。寝ろよ、なんともう家にね、家がよっぽど嫌なんだろうな。で、あの人たちがひっそりしてからじゃないか、これはどうもできない。どうも、先に言っとくと、どうも男子400メートルハードルの為末選手の凄さを見せることはできないんじゃないかということで、まあかなり大掛かりな形で今セッティングの方進んでるんですけども。まあ、あの一応今日ファックス空いてますから、あの、予想は別にして、あの、これに、あの、伊集院さん頑張ってと。伊集院さん頑張ってっていうのをいただけると、まあ、ちょっとありがたいかなっていうことで、CM の後ですね、そのルール等を説明したいと思っております。ファックス番号の方は東京 03-5562-954 で、東京 03-5562-940 番です。月曜ジャンク、伊集院光る深夜のバカ力から、聞けばアテネが見えてくる、オリンピック直前標準記録会スペシャル、聞けば男子陸上400メートルハードル、為末大選手の凄さが見えてくる。第1回男子室内全裸バイク200メートルハードル。やめんなら今な気がするぞ、俺マジで。マジで。てか思ったわ、タイトルの中に想像できるようなことを入れるのは、あのリスナーに向けてのこうラジオの技術だけども、この段階で止められる可能性っていうのを考えていくと、それはね、まあ、まさかやんねえだろう効果の方を期待しますけども、まあいわゆるあれですよ、ラバイですよね、ラバイの200ですわね、ラバイの200ドラッターでおなじみのラバイの200なんですけども、これ為末大選手ね、陸上競技でなかなか日本っていうのはメダルどころか決勝に進出することもすごく難しいんですけど、この為末選手にはその期待がかかってるほどのアスリートです。だけれども 400m って特にデブチンの俺にとってみればもう短距離っていう、長さじゃないんじゃないですかね。だから想像がつかないんです、そこにハードルがいっぱい並んでたらどれぐらいのスピードで、そのどれぐらいからのスピードがすごいことなのかがわからないんで、それをまあ、疑似体験してみよう、もしくは、それにこう対応する記録を出してみようってことなんですが、ちなみに為末選手の記録
ですね、400メートルハードルは47秒89です。47秒台を出せば、可能性として決勝は十分あるんじゃないかと言われてます。ね。で、じゃあどうしようと。この47メートル、400メートルを47秒で走るっていうのを、こう、時速換算していくと、約30キロぐらいだと。で、僕は当然この約30キロのスピードで走ることはできませんから、30キロって何？原チャリの大体法定速度なんですよ。ね。まあだから、最初のテーマで言えば、あれですよね、ダメスレって原チャリぐらいで走るんだよ。すげえで。よかったな。いやいや、そうじゃないんですよ。そこにまたその途中にハードルってものが入ってるわけですから、スピード自体はおそらく原チャリより速いはずです。原チャリのかなり法定速度より上出てるものをハードルを超えることで少しスピードが落ちて原チャリと同じぐらいになってるわけですよ。ですから私が原チャリに乗ります。ただ生放送がありますから、外でトラックを用意することはできないわけですよ。ね。で、いろいろ探したら、400メートルのトラックは、こう、スタッフ測ったんですけど、取れないが、とある室内競技場で、200メートルのトラックは用意できるっていう話なんですよ。で、おあつらい向きに、障害がいっぱい並んでるっていう話らしいんですよ。それは、なんだろう、飛ぶとか飛ばないとかじゃない。大人として越えたらいけない障害が、いっぱい並んでるらしいんですよ。で、それにさらには、全裸になることで、おそらく、その障害は倍、3倍の、こう、強さになっていく。大体お分かりいただけましたか？TBS の上層部以外の方が何をやろうとしてるのかだけ分かっていただければ、私はこれ本望でございます。ですから、これ200メートル、ほぼ同条件で200メートルですから、私は為末選手の、まあ、半分ですよね。だから、為末選手の記録、47秒ですから、まあ、23秒で帰ってくる計算になるわけですよ。で、逆に言えば、これだけ緻密な計算で23秒で帰ってくるはずが、帰ってこなかった場合、30秒かかった場合、これは、為末選手が底知れないものを持ってるわけですよ。これだけコンピューターが弾き出した同条件っていうことなにもかかわらず、為末選手が早かった場合は、ガッツ、ヤマト魂、その他アスリートの持ってるゾーン的なものというのが、為末選手はものすごいものを持ってることなんですよ。ただし、30分かかっても帰ってこなかった場合は、為末うんぬんじゃねえ。大人が全裸で正座で泣いてる。おそらく。で、その全裸の横のとこに、ひょろ長い TBS の正社員の男が、いや、いや、ノリの深夜放送、まあ、ノリで片付けられないことだって分かってるんですけど、いや、それはね、警備さんはこういうものを排除するのが仕事かもしれませんけれど、僕らは面白い方、いや、分かります、すいません。許可ですよね。みたいな話をしてる可能性はあります。まあ、一応この CM 朝に見まして、我々のコースの下見っていうのに行ってまいります。コースの下見に行ってきて、大体のご案内をしますんで、皆さんタイム予想の方を受け付け開始いたします。ただ、コース聞いてからの方がいいかもしれませんが、現に、今までのこうレースでもギリギリまで待って出したと思われる人で、終わってから、締め切ってから届くものがいくつかありますから、その辺は気をつけていただきたいということで、じゃあメールアドレスの方言っておきます。BAKA、ふさわしいね。ふさわしい。BAKA@tbs.co.jp。BAKA@tbs.co.jp。題名サブジェクトの欄に、一応ですね、本来は何十何秒何なんですよね。これは陸上ですから。これは陸上の短距離。短距離だよね、400ってね。中距離とかいうのも何キロの単位やつだもんね。1500とかああいうやつだもんね。短距離ですから、何十何秒何なんでいいはずなんですけど、一応6桁で。はい、僕が為末選手と全く同タイム47秒89の場合は004789です。ね。で、伊集院さんの放送はすごくこう楽しみにしてたんだけれどもと、いろいろあって
何になっちゃったねっていう時には、995959ですね。995959っていうのが、多分一番長いタイムになると思いますんで、この範囲内で、まず題名サブジェクトのラインに、995999か、最後は。ね、に書いてください。レース中止もあります。あ、レース中止だと思う方は、00000ですから、中止じゃない、帰っては来るんだっていう人に関しては、中止の時には、僕が泣きながらマイクに向かって、ごめんなさい、中止ですって言いますんで、それは00000で、ありえるって。だって、警備さんってすっごい熱心に巡回してるよ。だから警備さんも分かってくれてると思うんだ。ラジオにおいて面白いっていうことが今すごく大切で、やっちゃおっか、とりあえずな。とりあえずスタミの段階で止められた場合も00000になりますんで、そして、皆さん内容のところにですね、非通知を受けられる電話番号と名前、書いてください。この記録に関してもオーバーした人はダメです。オーバーした人はダメになります。それではスタミに行ってきます。聞こえてますでしょうか。私は都内某所にあります、室内コロシアムの方に私来ております。これはエレベーターホールって書いてあるのかな、書いてあるのかな、でいて TB ふんふんって書いてあるな、ここな、なんか東京ビューティーセンターかな、主催かなんかの多分イベントがあるのかな。で今からですねコースの下見に行きます。とりあえずですね、一応大会実行委員会の方もついてきてくれてるんですが、で、おそらく何か揉め事があった場合、このメガネをかけた、ゲームキューブを壊された実行委員会の方は、おそらく、知らず存ぜるだと思うんですけれども、ちゃんと聞こえまってますでしょうか、大丈夫でしょうか。実行委員会の方に聞きたいんですけども、僕、下見の段階で全然っておかしくないですかね。ちゃんとした格好で回らないと、選手として扱われないとか。もしかして、ルールなんですか。そうです。はい。まず、ここエレベーターホール、ここスタートいたしまして、またスタートしました。直線30メートルで突き当たりまで行きますね。怖いのはここ本当は数字を稼がなきゃいけないとこなんだけど、突然さエレベーター開いてキャーボーン、その時は0000正解となります。突き当たりました。これ右曲がりまして、いろんな小さいスタジオが並んでる、通路になります。基本的には長方形になりますんで、この一辺も、大体30メートルになっております。30メートルになっております。ここは僕らが押さえてる打ち合わせ室以外は第4スタジオを編集してる、なんか第4スタジオは、夜遅くまで怒られましてですね、編集してる方いらっしゃいますんで、はい、これは怖いですね。そして、第3スタジオ並びます。第3スタジオ編集してる、第3スタジオ、この時間はどうガラス越しなんです。ガラス越しに消えた夏なら大丈夫です。そして第2スタジオの前ですね、ここもここはいないわ、ここはいない、 OKOK。 この3つのスタジオ通りまして、また突き当たりですね。この辺は本来は廊下だからトップスピード行きたいんだよな。ここは大丈夫だ、トイレ前は本当に完全な通路なんで、女子トイレから出てきた人を引かない限りは大丈夫ですよ。ここもまあ約30メートル強ですよね。30メートルで、ここは大丈夫だ。ここ稼ごう、ここ行く、俺ここはあそこでドリフトしよう、ドリフト、あ、そっか、陸上競技にドリフトってないもんね。ドリフトってないし、あと俺なんかふーっと思い出したのは、ドリフトとかホイールスピンとかさせると床に黒い跡がつくんだよね、わだちが。ここからすげーわ、これさ、為末選手が飛んでるやつの火じゃないわ。ここ曲がると、ここターンしない、ここコーン立てて、ここだって今俺下見に行く段階で全裸で入れねえっつうの。同じじゃん、距離、ここでターンすれば。ルールだからね、書いてあったね。ここは編成局制作センターでございます。まあ、この試合の中になんでそんなもんがあんのかみたいな話なんですけど、ここはきついわ。会議室使ってんじゃん、ドア閉まってっけど。ここ行きの、
え、何ここの真ん中の通路を通ればいいんでしょ。こう一旦横行って、そっち側は皆さんの机がいっぱいあるところですけど、そこで稼がないと200メートルが稼げないと。え、ここを一旦机のいわゆるこう川っていうんですかね、机の列が全部で 1,2,3,4,5,6 そのあるんですけど、その机と机の間を通って、で、え、そしてそれを、曲がってもう一回切り返すの。すごいヘアピンになるじゃんここ。まあ陸上でヘアピンって言い方はおかしいんですけど、これでもう下手したらね、膨らむの怖えじゃん。膨らむの怖えから陰削ろうとして、例えばこのパソコンドカーンっていくとこ誰の、編成局の北山さんとおっしゃる部長さんのペソキンでございやすそうねえ。北山さんっていう方はどういう方なのかな。これ今来たところをもう一回逆サイドからずっとじゃねえ、これ S 字 S 字でずっと行くの。だからこれ両サイド椅子ですよ、両サイド椅子で。これあ、ここが池田プロデューサーのデスクですか。そうです。っていうこと、絶対これぶつかっちゃダメですよね。ダメです。絶対ぶつかっちゃダメですよね。絶対ぶつかっちゃダメです。テレビラジオ局の人がお笑いに絶対っていう時はあれか、本当にぶつかっちゃダメなんですよ。それを本当っていう時あれですよね、テレビラジオ局の人がそういうのを笑いに本当本当で何度も言う時はあれですよね、例のあれですよね。え、これもずっとここ S 字、え、これも3つも S 字。うお、どうもお世話になってます。あの、小崎に結構車乗ってる時とか聞いてます。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。どうも、こんな格好、暑いですからね。すいません、熱帯夜がもうね。いいんじゃん、人いいんじゃんさ、人いいんじゃんさ。人いいんじゃん。人いいんじゃん、歩いてきてもきついじゃん、マジでこれ。で、この S 字、左行って右に切り返して左行ったところの突き当たりの一番こうやばいとこに入江局長の机、しかも液晶の、ディスプレイありね。やばいじゃん、ここ減速じゃん。減速して、え、ちょっと待って、突き当たりに局長でしょ、局長やばいと思って切り込んじゃうと、出た、細部長っていう人だ。あ、細部長っていう方、これやばいわ。机の上のパソコンが、あの、スイッチを切らないで置いてあるっていうことは、あの、ちょっと中座だろ、これ。中座パターンでしょ？での、もう一回切り返しの、で、ずっと切り返し、そうしないと200メートル稼げない？で、1回行って戻って、2回行って戻って、3回行って戻って、4回行って戻って初めて出口だ。バカじゃねえのお前、この段階で結構きついって。バルンバルン言うぞ、あれはルールルールじゃねえよ。てか一番怯えてるくせに何プロデューサー言ってんの。合成の渡辺だけだよこんな企画、ゴーゴーなやつは。うーわー、怖ー。ということで、皆さん今戻ってまいりました。合計約200メートルのコースになっております。あ、来てんな俺の愛車。久々に若手芸人に貸していたやつが来てますね。高橋さん、それじゃですね、コンセントレーションを高めてゾーンに入れたいと思いますんで、一回CM をお願いします。あの、大してこれ吹かしてないからね。だってアイドリングでこれだからね、アイドリングでこの状況だからね。これ行くよ、俺ゾーン来てるから行くよ。あんた、あの、実行委員会で全ての責任取んだろうね。あの、実行委員会の平野役員のあの、ゲームキューブ壊されたやつ、どっか行ったぞ。あんたしかいねえの、P しかいねえの、P しか。大丈夫？俺23秒マジで目指すよ。23秒行くかんね。で、この直すごいことになるよ。いいのね。行きますか。用意スタートとタイム頼むよ。わかりました。あの、リスナーの皆さん、俺行ってくるけど、帰ってなかったらごめんね、ごめんね。参ります、よーい、スタート。あ、見て、曲がりました。今ファーストの間曲がりましたけど、ここ情報じゃないとやばいって、人出てくるかもしれないって、スタジオから。
やべえって。さあ、今、最初のコーナー曲がって30メートル行きます。全部60メートル行って、次のコーナーでトイレ前、トイレの前除光。その後は、ここなんもない。ここはなんもない。出の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 制作、制作、制作、編成局、編成局制作センター。ここやばい、ちょっと一旦停止、一旦停止、一旦停止、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、今のところ結構いいタイム、マジ、いいタイム、今のところタイムどうなの、タイムどうなの、タイムどうなの、ここやべえって、とか多いって、最初の、最初の、最初の、こう、やばいって、これ入り口のとこやばいって、いっせいっせ、ここターンして、ターンなんかあんの、ターンなんかあんの、ワンターン目、ワンターン目、池田、池田の助だ、池田の助、池田の助、やばい、池田の助、決まった、やっちゃった、エーストだ、エーストいっちゃった、ちょっとエースト、エーストやばい、やばい、ちょっとみんな来てる、みんな来てる、やべえ、なんでもないですよこれね、あのバイクのミニチュアなんですけど結構でかいんですよすいません、ここちょっかか、やばい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 、やばい、ちょっとなんか大きな感じになってきてる、大きな感じになってきてる、ギャラリーが下見より全然増えてる、下見より全然増えてる、今制作局、制作センター半分来ました、半分来ました、なんでコピー機とか置いてんだよバカ野郎、お前タイム出ねえって、タイム出ねえって、あとあと2往復、あと2往復で S 字が終わります。営業部長の付けのなんかメンマがある、なんでだろう、ラストです、ラスト出ます、ラスト出ます、人が8人はいます、試飲できる限り8人います、今行きます、さあタイムあと5メートル、5メートル、ゴール、どうタイムは、記録、記録2分23秒19ってことは、タメスエイ、どれはどっち早いの、タメスエイです、タメスエイっていうか、池田プロデューサーの、池田プロデューサーの机が、お前のとこで、これでちょっと当てようと思ったら、クラッチのクラッチの取り方間違えちゃって、急に頼ったら、あら、見たら怒る、絶対、見たら怒る、大惨事に、大惨事に、それちょっとごめん、もう一個だけごめん。池田プロデューサーの机をやっぱ一個ぐらいなんか壊した方がいいっていうサービス精神出て、サービス精神出て行った時に、多分隣の人の CD の山も石垣さんじゃん、行った、完全行った、だってあの暴れんはフェラーリのマークみたいになったもん、この現者がフェラーリのマークみたいになって、パオパオみたいになったから、先輩プロデューサーだもん、マジで、あの、うん、怖っ、あのね、何何あのね、後ろのタイヤに CD を3枚ぐらい巻き込んで、それを吹かしたらバリバリバリってきて、ごめん、ほら今も挟まってるよ CD ケース、これマジでヤバいわ、 CM 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 だ、マジやばい、マジやばい、あのね、こっち側どういう風に聞こえてるのか、俺は裸にワイヤレスマイク一丁みたいな形なのよ、それで現チャリにまたがってる状況で行ってるんですよ、で結構最初のエレベーターホール前はかなりトップスピードは行ったんですよ、で怖いのはブレーキをかけると、あの、カーペットとかに思いっきりそのナイキのマークでできちゃうから、それはもうバレんじゃん、絶対バレんじゃん、でいてもしこのラジオ聞いてた人がいても、今見られてなかったら、ああいうラジオドラマだもん、ああいうラジオドラマだからしょ、リスナーを騙してすいませんでしたけど何かみたいな、そういう感じになればいいから、そのコーンを残しちゃいけないと思うと、ブレーキのタイミングがワンタイミング、ワンタイミングずつ遅れんだよ完全に、ほんでその後スタジオ前のストレートに入ったんだけど、あれはすごい奇跡、奇跡、あのね、スタジオの前のストレートあるでしょ、その全部でいくつスタジオ入ってるのか、あれ2345ぐらいの4個のぐらいのスタジオあるんだけど、
それがそのバオンバオンって走った音が多分響いたんだと思うのね。2個ぐらい俺が通り過ぎる瞬間だけスタジオのガラスの中の人が見えんじゃん。2個ぐらいガラスのドアに手をかけてる人がいるのよ。要するに今出ようとしてるわけよ。だから俺が通り過ぎる出る通り過ぎる出るの繰り返しになってるんだけど、あれワンタイミング遅れたら2人引けてるのよ。引けてる？引いてる状況よ。でラストラス前のトイレの前の廊下っていうのは実際両サイドに何のトイレ以外の建物がもう何もないところだから、TBS の端っこだからあそこは飛ばせるで飛ばしたじゃん。で制作センター入って、でその後何ターンあるんだ全部で。で机が学校の机みたいにずっとこういっぱい並んでる、その机と机の間をずーっとくね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 蛇みたいに行くんだけど、ほんでもうスピード出せないのよ。もう椅子がいっぱいあったですから。で池田プロデューサーの前のとこだけはお笑いとしてのお約束じゃんあれは。だからコツンぐらいは言っとこうと思ったんだけど、そこで俺クラッチの使い方を間違えちゃってパオーン出た。パオーン、あん時の俺の顔を見せたの何度も、ドッキリドキドキみたいにやったらすっごい顔してると思う。でそれがちょっとマジで本気で、まあ池田の CD とかいいって、別にいいっていいし椅子とかもいいけど、隣の人がもうあんま机の上きれいにしてないでしょあれ。2頭あったのよ、 CD が2頭あった。もう1頭の方がパオーンでバラバラって床に全部散らばって、本来だったらあそこでイエローフラッグが出て全員ここでちょっと止めますよじゃん、ねえからバキ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 みたいになって、その後もう覚えてない。その後1個ついてたその制作、そのセンターの端っこっていうのは会議室になってるの。1個電気ついたところから何人か出てきて、あとあの人あの人、生コサキンの鶴間さんが真面目に女性のスタッフと会議やってるところを横通過して、鶴間さんなんてどんなシャレも通じる人だと思いたい小崎はあれだけやってるから思いたいけど、どうだろうかで通ってした最後、ゴールに設定してるスタート点のところに帰ってきたら、その前のところでなんかあのスポーツかニュースの人たちが俺のその姿を写メに撮ってるのね。で最初写メに撮ってるってことは受けてんだと思ったら、その写メに撮ってる表情がそういう表情じゃないの。なんつうの、現場写真の表情なのよ。あの写メ消せよ絶対、あの写メ絶対消せ、池田自分のためにもあの写メ消さないともう何もならんようになるから。さて、当然さ、当然じゃないんですけれども、まず当然タイムの方をもう一回やっていきましょうか。一番今の、タイムですね。今のタイムが、2分23秒19。2分23秒19ということは、正解は022319ですが、すっごい人いるわ。え、022315がいました。すごい。この人が千葉県柏市の須藤弘明さん、そしてテレビの正解を出してくれた、テレビの28型の正解を出してくれた中から一人が、東京都武蔵野市の小林優作さん、そしてさらにもう一人、ですね、坂田さん、東京都板橋区の坂田さんが、一番最初のあの投擲のゲームキューブ投げを出してくれましたが、この中からですね、すべての当選者の方を決めたいと思っております。いきまーす、ディレクター柳沢、スゴロク当たった人を決めますんで、上中下アナログだなこの番組上中下どれ、中これ、スゴロクは東京都板橋区坂田拓也さんにお送りいたします。おめでとうございます。そして、この2枚になりましたから、上下上が、ゲームキューブ、壊れたね。で下が、テレビ壊れたテレビ、下の方が、厄介になりますけれども、厄介になりますが、いきます、表に返します。いきます、ゲームキューブ、東京都武蔵野市の、小林優作さん、そして、テレビ、千葉県柏市の須藤弘明さん、テレビ見たら届いたら本来単なるゴミなんだけど、思ってほしいのは
伊集院さんはまだしもプロデューサーの池田さんの会社での立場がこんな感じかなっていう、思い方をしてもらうといいかな。来週はですね、DJ の本道とは何か。深夜放送の DJ といえども基本は守るべきではないのか、そういったことを考えた企画を一つ用意しております。聞いていただければ、お分かりいただけるとは思うんですけれども、何だろう、伊集院さん何もね、こういう、クレイジーなね放送をやりたくて DJ になったんじゃないんだ。だから学生の悩みとか聞いたりとかね、なんだろう、基本はできてるのよ、この人も。基本はできてるの。基本はできてるんだけれども、なんだろうな、DJ 云々よりも先に立つものに何か間違ったものがバツーンと打ち込まれてるような気がするんだ。ごめんなさい、今すごく僕落ち着かない喋り方になってるでしょ。もうあの CD の音が耳から離れない。CD を踏み潰していく音が。一切耳から離れない状況なんで、来週俺なのかな、この番組。来週俺なのかどうかもちょっとなんか怪しくなってきましたけども、来週もまたですね、楽しい放送で皆さんとお会いできればいいな。池田プロデューサーとは番組始まってから、ほとんど飲みに行ったことがないんだけど、月曜の夜中に飲めるなんていうことが、起こるかもしれないな。でも飲むのは苦渋。